こんにちは、宮沢優衣です。学級満足度毎年9割超えの学級経営術を1日1本 YouTube で配信しております。さあ今日のテーマなんですけれども、6月の乗り切り方5選、こんなテーマでやっていきたいと思います。魔の6月とか言うじゃないですか。6月になったら学級荒れるよとかね、崩れますよとかね、そんなこと言わないでよね。そんな怖いこと言われたら不安になっちゃうじゃないってね、思うんだけれども、そんなに怖がることないと思うんですよね。きちんと正しい適切なことを粛々とやっておけばバッチリ OK、 そんなね不安になることはないと思います。ただね、ただやっぱり6月ってのは苦しいのは苦しくって、祝日ないんですね。辛いんですね。ずっと学校があり続けるんですね。担任の先生も辛いんですよね、これね。なので6月適切に頑張って、頑張りすぎずに適切に頑張って、適切に乗り越えていきましょう。その中で必要なこと5つありますから、本当に大事なところなんで、ちょっと丁寧にねお話しさせてください。宮沢優衣教育研究所。まず一つ目の基本のスタンスなんですけれども、もうこれ結論言っちゃうとですね、特に変わりなくていいですよ。6月だから子供たちのちょっとこう、ちょっとだれちゃったとしても甘くしようとか、逆に6月だから毅然と厳しく、今までよりももっと厳しくしようとか、そんな風に思わなくてよくて、4月、5月やってきたことを粛々とそのままやっていけばいい。ただし、現状維持っていうことじゃなくて、粛々と改善をしていくっていうことですね。多分今までそういう風にやってきたと思います。そのスタンスを変える必要はありません。魔の6月とか言われると怖いからね、なんかしなきゃいけない、なんかこう突貫工事っていうか、テコ入れしなきゃいけないっていう風に思っちゃうんだけれども、そうすると足元すくわれるしね、今まで築き上げてきたものが瓦解していってしまうので、大きく変える必要はないんですね。今までの基本のスタンスをそのまま続けていきましょうね。ただし粛々と改善をしていくっていうことですね。これ基本のスタンスで、2つ目が6月はトラブル増っていうところなんだけど、これ僕は別に統計取ったわけじゃないんですけども、自分自身が担任をしていた時のこの肌感覚として、6月若干トラブル増える印象があるんですね。でこれはなんでかなって考えた時に、ちょっとよくはっきり分かんないけれども、気候的な問題もあるかなというふうに思いますね。6月ってやっぱどこ、全国各地梅雨入りする地域が多いじゃないですか。で梅雨入りするとやっぱり雨が続きますね。で雨が続くと子どもたちが外に出る機会が減ってしまいますね。若干こう子どもたちもね、精神的にモヤモヤしてくるっていうのもあると思うし、あるいは雨で湿度が上がってくるので、ちょっと過ごしにくくなりますね。ジメジメするというかね、そんなところのこう不快感が友達との問題、トラブルに発展していく件数が若干、別にね 1.5 倍とかそんな風にはならないけど、 1.1 倍、 1.2 倍、気持ちねちょっと増加してくるかな。あるいは担任の先生の虫の居所もちょっと悪くなるっていうかね。じゃあどうすればいいのかって言ったら、これはもうどうしようもない、これは気候的なところだから、担任のマインドとしてですね、6月もしかしたらトラブルちょっと増えるかもしれないなっていう心づもりをしておくだけ、これだけで OK です。そうするとトラブルが2件3件続けて起きた時に、あ、来た来た来た、6月だしね、梅雨が来てるしね、不快感があるしねっていうところで、ちょっと落ち着いた気持ちでトラブルに対応することができますね。3つ目、クーラーの設定温度ということで、子どもたちが快適に学習に臨むことができる、やっぱ室温湿度を保ってあげるっていうのは非常に大事だと思うので、まあ、無理してね、まだ我慢だ、歯を食いしばれ、まだつけないぞ、6月15日まではうちのクラスはつけないとかっていう、そういう先生もたまにいたりするんでね、いいから、そんなプライド別に、もうスイッチオン してあげちゃってっていうふうにね思いますね。4つ目、抜きどころの設定、授業内でっていうところで、ここがちょっと今日で本当に大事なところで、ちょっとメインのところなんだけれども、このね、やっぱり6月っていうのはジメジメしてるし、あと祝日がなくて、子どもたちの疲れが随分随分こう溜まってきてしまっているんですよね。その中で抜きどころをきちんと作ってあげるっていうことは、子どものこのメンタルケア、メンタルヘルスもそうだし、担任にとってもそうなんですよね。だからこの抜きどころを設定していきましょうっていうと、割と駆け出しの先生とか若手の先生は、じゃあ遊ぶ時間を取ったらいいんだっていうことでね、休み時間子供たちと一緒に遊んだりとか、あるいは授業をぶっ潰してね、今日は鬼ごっこだとかってやっちゃうんだけど、そうじゃないですね。一番最初の基本のスタンスを思い出してください。粛々とやっていくわけですね。粛々と改善を続けていくということは、授業も当然粛々とやっていくわけですよね。だから何か大事なところを潰して、なんか遊びとかやってしまうと、これ僕良くないと思いますね。子供たちやっぱその甘い蜜のね味を占めて、その後も先生授業をやめて鬼ごっこしませんかなんていう、そういう言葉が出てきちゃったりするからね、あんまりねそういう抜きどころの作り方は良くないと思います。じゃあどうするのかって言ったら、これ
授業内で抜きどころを作ってあげるってことですね。僕はこういうことを意識していました。じゃあ例えばどうするのか、何をもって抜きどころというのか、これはね、子どもに選択肢を持たせてあげる、そういう構造の授業を積極的に取り入れていくっていうことですね。子どもたちの、イライラ感、6月のイライラ感っていうのは縛られてる感じが拍車をかけるんですね。このイライラ感にね、精神的なストレス、最もその相性が悪いのは一斉指導ですね。これがねずっと続いていくと、やっぱ子どもたちイライラに拍車かかってしまうんで、抜きどころとしては一斉指導ではない授業を定期的に入れてあげるということですね。で、最後5つ目、計画的年休なんですけれども、これはねやっぱ働き方に関わるところなんだけれども、子どもたちがイライラしてる、虫の居所が悪いっていうのはもう担任の先生も一緒なんですね。4月から5月ずっと走り続けてきて、疲れが一番溜まってるこの6月に祝日がない、連休がないっていう、このメンタルのダメージって凄まじくないですか。ため息出ますよね。夏休みまでもまだまだ遠いし、この6月本当に果たして私は乗り切れるんだろうかっていうところで、結構絶望的な気持ちを持ってる人いると思います。その時におすすめなのが計画的に年休を取るっていうことですね。で、これもっと言ったら計画的に年休を取り合うっていうことですね。一人で取るとちょっとやりづらい、取りづらいところがあるんで、これ学年で相談して、例えば3クラスあるんだったら、ぜひ学年主任の先生で旗を振ってあげてほしいですね。お互いさ、もう年休ちょっと取り合おうよ、でその日はもう各クラスでちょっとテストとかさ、実習とかそういうの入れて、お互いカバーし合って、週に1回ぐらいね、じゃあ1週目は宮沢、2週目はじゃあ松原って誰やねんって感じだけど、で3週目はじゃあ山下みたいな感じでね、ちょっといいよ、お互いカバーして休み合おうよってね、そんな感じでもうぜひねやっていってほしいと思いますね。これ若手の先生こんなの提案しづらいんだから、それはやっぱり叱るべき立場の人がね、旗を振ってやってあげないと言いづらいと思いますからね。これも僕学年主任さんの仕事の一つだと思いますよ。その学年団の組織のメンバーのメンテナンスをしてあげる、頑張って鞭打つだけ、頑張れが上に立つ人間の仕事じゃないですからね。きちんと休ませるっていうことはすごく大事だと思いますから、計画的に組織的に年休を取っていったらいいと思います。これ今ご視聴いただいてる方がですね、主任さんとかじゃなくて、一教諭というか講師というか学校の担任の先生で、その旗を振りにくいんだっていうふうに、そういう方もおられると思います。そしたらもう思い切ってね、お休み取ったらいいと思いますね。でも お休みいきなり突発的に取ると、やっぱりみんなびっくりしちゃうから、もうその日はねテストとかね準備をしておいて、6月ね、どっかこうお休みして映画館でね映画見るのもよし、何でもいいと思うんだけれども、意識的にね自分の寂しそうになったものにこう油をね刺してあげてほしいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今日は6月の乗り切り方5選、こんなテーマでお話をさせていただきました。全部僕は大事だと思ってるんだけども、やっぱり特にねここだね、授業の中で抜きどころを設定してあげるといいと思うし、これは6月だけじゃなくて、4月も5月も6月も7月も年間通じて一緒ですね。子どもたちがちょっと今しんどそうだな、苦しそうだなっていうふうに思ったら、あるいは体育で水泳とか始まった時の午後とかもだろってなるんでね、そういう時なんかこう抜きどころのある授業を意図的に組んであげるっていうのは、やっぱりマネジメントとしてね大事なんじゃないかなっていうふうに思います。今日の動画がですね面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、ぜひいいねとかコメントいただけたらとっても嬉しいし、僕の元気も回復するんでよろしくお願いします。またこの動画が面白かったっていう方はですね、ぜひツイッターとかで共有していただけたらとても嬉しいです。ハッシュタグ宮沢優衣教育研究所をつけて発信していただけると、僕がエゴサーチして探し出して、あなたのツイッターのところまでたどり着いていいねを押しに参りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。このように宮沢優衣教育研究所では学級経営に関する動画を1日1本配信しておりますので、ぜひぜひお見逃しのないように、お見逃ししちゃうと損しちゃうかもしれないので、ね、ぜひぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら研究所メンバーシップの話なんだけれども、学級経営ルーティン化計画9ってね、そんなお話を先日させていただきました。これもめちゃめちゃもう個人的にヒット回でございます。学級経営ね、しんどいんです。やっぱ苦しくって行き当たりばったりになっちゃうんですね。行き当たりばったりになるとしんどいじゃないですか。じゃあルーティン化できるところは全部ルーティン化しちゃって、自動的にオートマティックに進むようにしちゃえばいいんですよね。じゃあどこをしたらいいの、どこをどうやってルーティン化したらいいのっていうのを
紹介しています。具体的にね、しかも9つもルーティン化できる場所、実際宮沢がしていた場所を紹介していますので、この6月の学級経営のルーティン化計画にぜひぜひお使いください。このサムネイルかっこよくないですか？なんかね、いい感じですよね。よければもうちょっとご視聴いただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。 iPhone ユーザーの方はブラウザからご登録いただくことで、安い金額でご登録できるので、そこだけご注意ください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら、バイバイ。